椎畑でーす。はい、2016年3月1日午前中にですね、僕のプロレスリング柴田メインチャンネルが復活しました。いやーよかった、長かった長かった大丈夫だとは思ったけど、死ぬかと思ったわ。あのね、言いたいことはいろいろある。まずチャンネルが復活した時点で登録者が600人ぐらい減ってた。おい、俺が死んだと、あ、柴田もう終わりやなって思ったやついるだろ、登録解除したやついるだろってめ、ふざけんじゃねえよ。俺は死なねえし復活するし、おい、しかもチャンネルがダメになったとしても俺は何度でも蘇るからな。お前何を諦めて、お前が先にもう登録解除してんだよ、600人も。あと、YouTube のね、運営さんからは、メールが来まして。あ、お前のチャンネル、再度審査したけど、問題なかったから、元に戻したいとは。あ、パスワード変えるんだったら、このリンクな。っていうメールが、英語で来ました。はい、まあ、そんな感じで、もうどんな感じだかよくわかんないけど、とにかくよかった。この度ですね、まあ、突然ではありますが、柴田、アカウント版記念 T シャツを作りました。はい、こんな感じで、値段の方が2500円、プラス、まあ、こう、なんだ、送料っていう感じで、僕のホームページからね、いつものようにね、いつもの方法で買えますので、皆さん、買ってください。このチャンネルが凍結した時間、日にち、俺は全くアフィリエイトが入ってないから。皆さんこの T シャツをね、なるだけ買ってください。はい、そんなわけで、いいか？俺はこれからも過激な動画、面白い動画、たくさんアップしてくるな。いいか？俺は何度でも蘇るぞ！見てろよ！柴田、第2章だー！